はい、どうも皆さん、こんにちはです。ザ・フォレスト、今回もね、まったり、建築というか、まあ、そういうものをね、メインにやっていきます。で、水辺のね、前回の拠点の方なんですけど、無事、完成いたしました。はい。で、今ね、ちょっとまたさらに改良を加えているところですね。よし。こちらですね、こちら。非常にね、なんかこう、すっきりとまとまっている。まとまっているけれども、この、ちゃんと、設備は整っているというね。で、ここ、家の真ん中、この庭の真ん中にこれを置いて、やっぱりね、こう、自然を中心にした建築というかね、そういう感じでやってますね、と。ちょっと曲がっちゃったな、これ。まあ、いいか。で、ここに、亀の甲羅、もう一個置いて、水がね、これ割とすぐなくなっちゃうので、まあ、二個あると安心かな、というところですね。で、あとこちら、薬を置くとこと、スナックバーを置くとこ。無事作りましたね。まだまだスナックバーあるんですけど。まあ、ここだけでいいかなと、いった感じですね。鹿どっから来た、あんた。鹿。ちょっと、槍。ランスだよね。よし。ほっ、逃がさん。このランスはね、ほんとこう、距離を詰めつつも、この距離。よーし。よしよしよし。いいぞ。ランスね、これ割と、重宝してますね。走りながら、このね、長さを活かしたこのリーチの長さね。で、このランスに、これちょっと小さくて見えないと思うんですけど、刃をね、30本ほど、つけてますね。これもうつけられないですね。よし。この強化したもう刃をつけられるっていうのがさっき知ったんですけど。もうこれ刃つけちゃえば本当にね、ランスみたいな、ね。そういう使い方ができますね。うん。お!アロエ?これ。いいね。アロエベラなんちゃらっていうやつ。いいね。メディシンクラフト。メディシンどれで作るんだ?お、これか。マリーゴールドとアロエで、メディシン。これがあると、これがいらないってことでしょうかね。薬がね。あー、シードとかもこれあるな。おお、またさらにアロエが。いいね。マリーゴールドはこれ生えないのかな。しかまた。めっちゃしか。これもね、作りましたね、この。骸骨の頭をつけたやつ。これでちょっと。あ、割と殺傷能力あるんだね、これ。見た目以上にあったね。で、ここにね、鹿の皮を置いて、こう、カーペットですね。カーペットにしてます。こことね。あと、ま、こっちの椅子の方にもやろうか。どれだったかな?これですね。ディアスキン。これはね、この足のちょうど、当たるあたりにね、こうやって、置いていくと、3つぐらいかな、こうやって。置いて、ポンポン。ちょっと待てよ。ちょっと、よし。こんな感じ。いいね。で、まあ、水もね、なくなっても、まあ、こっから直で飲めば、いい話ですね。うん。水中生物っていうのがね、フォレストまだ魚ぐらいしかいないんでね。もっと増えてこういう風に、ワニとかね。まあワニですから、私。まあワニとかね、増やしてもらっても全然構わないんじゃないかなと思いますね。ワニとか。こう上からね、餌やりをするみたいな。よし。お!また。いいね。これ前よりなんか生えるのが早くなってる気がするな。オッケーオッケーオッケー。こういうの集めてこう。なんか取れないけどね。あ、また生えた。すごいな。よし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 。よしよし。オッケーオッケーオッケー。
で、まあ、ここに大量に食料がある。鹿がね、まあ、さっき地面から出てきましたけど、生物がね、ここら辺かなりいるんでね、肉とかはなくなることはないですね。今、アライグマいたな。ああ、この干すやつももう一個ぐらいこれ作った方がいいかもしれないな。そんなに作っても、そんなに食うのかっていう話なんですけど。ほっ。もう置けないか、これ。だいぶ、おお、いけた、いけた。だいぶこれ、めっちゃ干せるな、これ。もう無理か。あ、いけるいける。ほっ。よし。まあ、こんな感じですかね。ディアスキンがまだ余ってた。よいしょ。いいね。あ、いいね、いいね、いいね。めっちゃ、めっちゃ取れるな、これ。いいぞ。しかもこれちゃんと食べられるブルーベリーですね。まあ、畑には食べられるやつしか湧かないのかな、これは。いいぞ。17個。いいな、これ。畑ちょっともう何個か作ろうか、これ。畑どこ行ったか？畑どこ行った？あつ、これ。よし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 。こっちももう一個ぐらいやろうか。こんな感じでね。いやー、いいね。おー、来た来ためっちゃ取れるな、これ。よし、丸太切っていきましょうか。よいしょ。でね、この地面にこれ。地雷ね。地雷もここと、あとあそこちょっと光ってますけど、あそこと、そこと、あっち、もう一個ありますね。四つ仕掛けてますね。でもこれ、草がね、ここの土地かなり多くて、もうこうゲームを始めるたびにね、草がもう生い茂ってるんで、見失う可能性もありますね。原住民の落としたな、今。まず雨降ってきた。よいしょ。で、まあ、訪れに関してなんですけど、その、まあ、ダイングライドとかのね、実況を見ていただいた方ならね、まあ、わかると思うんですが、動画がね、25分あったとすると、なんかね、こう、15分を過ぎたぐらいからね、かなり訪れの方が、なんて言うんだろう、目立つようになってきてるんですよね。それはおそらくずっと前からそういう症状が起きてて、でも私自身それに気づいたのが、まあ、この前だったんですよ。つい先日ね。まあ、これはまずいぞと。まあ、ふとね、自分の動画を見返してたらそれ発見したんで、これはまずいなと。ということで、まあ、治ってると思います。そちらに関しては。まあ、フォレストとかはね、動画時間がそんなに長くないんで、あんまり目立たなかったと思うんですが、もう訪れに関してはね、その、直したんでね。これからは、まあ、快適にご覧いただけるかな、と、思ってますね。あー、これ食えないやつかな。このツインベリーとスノーベリーってのが食えないんだよね。ツインベリーとそのブルーベリーを間違えやすいから気をつけろ、みたいなことが、確かね、ここら辺に書いてあった。これね。ツインベリーは危ないと。ブラックカラーのものは危ないとね。そう。ブルーベリーだけを食えた。白い木の実に関しての情報は何もないんですが。食ったら、まあね、病気じゃねえな。食らうと。お！久しぶりだな、この泥。この泥はね、おそらく、あれですね、原住民から見つからないようにする的なものだと思います。原住民の中にもね、泥を体に塗っている方がね、いらっしゃるんで、まあ、それに似たことかなと。まあ、あんまりこれで原住民とのね、まあ、大差なくなるみたいなね。いやでも、これさ、もう主人公、原住民の肉も食って、なんか、原住民と同じように、体に泥塗ったらもう、原住民だよね。原住民だよね、もうこれ実際。なんかどんどん、原住民に近づいてる気がするんですが。うん。
まあ、ここら辺で物資も取ることができますと。あっちでロープも取れますと。いやー、ここの拠点いいな。まあ、バージョンアップして拠点が消えても、またここに作ろうかなと思ってますね。ここお魚いない感じか。ああ、お魚いないね。このフォレストって本当にグラフィック的にはかなり高いものだと思いますね。この水の感じとかね。うん。まあ、フォレストみたいにこう木をね、実際切って、その木材を使って建築するっていうゲームってないですよね。まあ、あったとしてもこんなにね、リアルに木を切る表現がなされてるゲームってね、ないと思うんですよね。その点に関してはフォレストはやっぱりすごいなというゲームですよね。よしよしよし。もうあそこら辺一回畑作っちゃうか、がっつり。がっつり畑作っちゃおう。ほっと。ここら辺ね。せっかくスペースがあるんでね、無駄なく使っていきたい。ここら辺に行っちゃダメだ。こっちかな。ここら辺に。よし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 。こんな感じ。もうここ3つつけようか。もう3つね。ほっ。いいね。よしよしよし。いいぞ。またこれさらに作っていこう。まあ、あれを3つ作ったら今回の動画はここまでにしようかな。まあね、フォレストに関してはこう、建築と洞窟探検がメインに、ね、なるんですが、まあ、建築の方もね、あっち作って、ここ作って、まあ、あそこもね、最初のあたり作ったやつなんですが、このワールドに3つも作ってるからね。もうそろそろ建築もいいかなと。まあ、洞窟の方もね、アップデートしないと扉の方がね、まあ、なんともしようがないんで、そっちの方もね、今待ってるところですね。今の段階であと9日後ですがね、アップデート来るのは。1週間と2日後にまた来るんで。待ち遠しいですね、平常にアップデートは。まあ、フォレストのアップデートが見れるっていうね、やっぱりそういう、機能はかなりいいですね。アップデートがいつ来るかわかるっていうね。よいしょ。なんだこれ。あ、これ2本あるか、ここに。よいしょ。よしよし。よしよし。まあ、バグがあってのね、フォレストとかって言ってたんですけど、まあ、最終的にはバグがね、なくなって、まあ、プレイステーション4でもね、発売されて、まあね。こう多くの方々にプレイされることを私も願っておりますね。よし。いやーいいね。やっぱりこういう風にね、のんびりしたこう田舎暮らし。いやなんかね、田舎暮らしだよ、ほんと。よいしょ。まあ朝方はこっちの方で休んでね、こう鳥たちの動きを見ながらね、まあ、やっていく感じですね。はい、ということで、今回は、まあ、まったり建築と、現地に来たな、今。来てるな。まあ、まったりね、建築して、畑も作って、という回でございました。フォレストに関してはね、まあ、さっきも言ったんですけど、その洞窟探検とか建築がメインで、まあ、ほとんどね、やり尽くしちゃったんで、なんか作ってほしいもんとかね、あれば、コメントの方でね、リクエストいただければと思います。まあ、どんなにね、でかいものでも頑張ってね、作ろうかと思うんでね。まあ、ビルとかは作れないよ、さすがに。2階を作れる技術も私習得しましたからね。まあ、それをやっていけば2階も作れるっちゃ作れるんですが、ビルは無理かな。2階建ての家ぐらいしかまあ作れないですね。よいしょ。ここ登りたいな。いけるか無理か。はい、そんなわけで、今回はここまでといたします。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお願いします。